ナンバーアンダーラインアイの熱狂的なファンたち、文化の架け橋を築くグローバルな応援活動。コ茶チャラでの奇跡。ナンバーアンダーラインアイファンが引き起こした衝撃の国際交流。ナンバーアンダーラインアイ、その名前を聞いただけで胸が高鳴る。彼らの音楽は、私たちを希望と興奮で満たし、日常の疲れを忘れさせてくれる魔法を持っている。 しかし、ナンバーアンダーラインアイの魅力は彼らの音楽だけではない。世界中のファンたちが作り出す熱狂的で革新的な応援活動こそ彼らを特別な存在たらしめているのだ。この物語はナンバーアンダーラインアイのファンたちが起こしたある奇跡的な出来事から始まる。それはアメリカで開かれた世界的な音楽フェス、コーチェラ。 ナンバーアンダーラインアイはまだ海外での知名度が低かった頃、彼らの熱心なファンたちは海外での活躍を願い大胆な計画を立てた。ナンバーアンダーラインアイを世界に知らしめるためにコーチェラで広報活動をしよう。ナンバーアンダーラインアイの世界進出に協力してくれたアメリカ在住の日本人友達に感謝します。去年の4月14日、 彼らはナンバーアンダーラインアイを支援するために外国人友達をコーチェラに招待しました。ナンバーアンダーラインアイファンたちが実施した無料で効果的な PR 方法について話しましょう。それはアイドルへの愛と彼らの祖国への愛に基づくものです。日本の音楽や文化を広め紹介するための方法を常に探求していることは彼らの心からの願いです。この行動は SNS 上で大きな反響を呼んでいます。海外のプロジェクトが、ナンバーアンダーライン愛の出身国である日本の人々によって歓迎され、広く共有されることを願っています。彼らのファンたちの情熱と行動力によって、彼らの音楽と才能が世界中に広がりつつあります。その中心にいたのは、アメリカ在住の日本人であり、ナンバーアンダーライン愛の熱烈なファンである、陽気な女性、アヤさんだった。 あやさんは、ナンバーアンダーラインアイの音楽を通じて多くの外国人の友達と出会った。彼女たちは、ナンバーアンダーラインアイの音楽が持つ力、そしてその音楽を通して伝えられる日本の文化に魅了されていた。ナンバーアンダーラインアイの音楽は、言葉を超えて人々の心をつなぐことができる。彼らの音楽を通じて、世界中の人々に日本の文化を紹介したい。あやさんは、 その思いを胸に、コーチェラでの広報活動計画を実行に移した。彼女は、自分の外国人の友達にナンバーアンダーラインアイの音楽を紹介し、彼らのパフォーマンスを一緒に楽しもうと誘った。そして、彼女たちはコーチェラ会場で、ナンバーアンダーラインアイの楽曲を流しながら、彼らの魅力をアピールする、まさに、推しつと呼ぶにふさわしい活動を展開した。彼女たちの活動は、 SNS を通じて瞬く間に拡散し、世界中のファンたちの共感を呼び起こした。コーチェラ会場での熱狂的なパフォーマンスの様子や、ナンバーアンダーラインアイの楽曲が流れる風景、そしてアヤさんたちの推し活の様子は、多くのメディアに取り上げられ、ナンバーアンダーラインアイの名前は世界中に知れ渡ることになった。あれは、まるで奇跡のようだったわ。 私たちが作った小さな炎が世界中に広がったの。あやさんはコーチェラでの経験をそう語る。彼女たちの活動は単なるファンによる応援活動ではなく、文化交流の架け橋となり、ナンバーアンダーライン愛の音楽を世界に届けるための重要な一歩になったのだ。文化交流、異文化理解への道。あやさんたちの活動は単なる推し活を超え、 文化交流の新たな可能性を示唆している。異なる文化背景を持つ人々が共通の趣味や価値観を通してつながり、相互理解を深めることは世界をより平和で調和の取れた場所にするための重要な一歩だ。音楽は言語を超えて人々の心をつなぐ力を持っている。ナンバーアンダーラインアイの音楽を通じて世界中の人々が日本の文化に触れ、 その美しさや奥深さを理解することができる。それは音楽を通して異なる文化理解を深め世界平和への道を開くことができることを示している。グローバルな応援活動、夢と希望をつなぐ。ナンバーアンダーライン愛のファンたちは世界中で様々な活動を展開している。オンラインでは SNS を通じて情報交換や応援メッセージを送り合い、オフラインでは ライブイベントやファンミーティングを開催している。国境を越えたファン同士が繋がり、彼らの音楽を愛し、応援し合う姿は、まさにグローバルな推し活の象徴だ。彼らの活動は、単なるアイドルの応援活動にとどまらない。彼らは、ナンバーアンダーライン愛を通じて、世界中の人々に夢と希望を与え、社会に貢献しようとしている。例えば、 海外でのチャリティーイベントや寄付活動、環境保護活動など、様々な活動を積極的に行っている。ナンバーアンダーラインアイのファンたち、創造性と情熱の結晶。ナンバーアンダーラインアイのファンたちは、彼らの音楽に対する情熱と創造性を活かして、様々な活動を行っている。それは、オリジナルの楽曲を制作したり、ダンスやパフォーマンスを披露したり、 イラストや写真で表現したり、様々な型を撮る。彼らの創造性は、ナンバーアンダーライン愛の音楽をより深く理解し、それを表現する新たな方法を生み出している。彼らの活動は、ナンバーアンダーライン愛の音楽を世界に広めるだけでなく、日本の文化や価値観を海外に発信する重要な役割を果たしている。彼らの熱心な応援活動は、日本文化の素晴らしさを世界中に知らしめ、 国際的な理解と友好関係を促進することに貢献している。未来への展望、グローバルな推し活の進化。ナンバ・ーアンダーライン愛のファンたちの活動は、音楽と文化の力を示す素晴らしい例だ。彼らの活動は、今後も進化を続け、よりグローバルな規模で展開していくことが期待される。今後の推し活は、よりテクノロジーを活用した、革新的でインタラクティブなものになるだろう。 例えば VR や AR 技術を用いてファン同士がバーチャル空間で交流したりライブイベントを体験したりすることができるようになるかもしれないまたファンたちはより積極的に社会問題に関わり彼らの影響力を活用して世界をより良い場所にするための活動を展開していくことが予想されるナンバーアンダーラインアイのファンたちは彼らの音楽を通じて世界をつなぎ より平和で調和の取れた未来を想像しようとしている。彼らの情熱と努力は世界に希望と感動を与え私たちの未来を明るく照らしてくれるだろう。素敵なつながりですね。たくさんの国や人々に彼らのパフォーマンスを届けたいと願います。今日は本当にドキドキしていますが一緒に瞬間を楽しみましょう。広報活動ありがとうございます。彼らの行動力に感動しています。 この素晴らしい推し活動を通じて、ナンバーアンダーライン愛をもっと多くの人々に知ってもらいたいですね。みんなで大舞台に臨む彼らを応援しましょう。彼らの音楽が世界に響くように願っています。ナンバーアンダーライン愛のファンたちが取り組んでいる素晴らしいプロモーション活動は、彼らの音楽や文化を世界中に広める手段として大いに役立っています。この情熱と行動力は、 最後に、あなたに問いたい。あなたは、どのような方法で、世界中の推しを応援したいですかあなたが持っている推しへの情熱を、どのように社会貢献に活かしたいですかぜひ、あなたの考えを共有してください。あなたの意見が、より良い未来を想像するためのヒントになるかもしれません。